ミスター徳川、私は間違っていた。私がこの鎖を外すのは祖国を脅かす真の敵が現れた時のみ。残っている選手全員を闘技場に集めてくれ。こっちを見たまえ、マコヤ君。おいおい、気をつけてくれよ。もし押しつぶされても私一人じゃ助けられん。あの怪物、これをたった2年で。しかもたった一人で巨木を切り倒し、たった一人で根を引き起こし、愛国心だよ、マコヤ君。これを私の手に。理由を説明したまえ。祖国の支配下にあるという証が欲しいのです。鎖の鍵は君の手に預けておる。見習いたいものですな。ガーランドほどのナショナリストを私は知らない。ガーランド、君は2年前の世界選手権で見た顔だな。600戦無敗の男ってか。ちょっと待てよ、おら、まさか俺の代わりになろうなんて思ってんじゃねえだろうな。上等だぜ、おりゃあ。遊ぼうか。あのパンチで倒れないのか。花山さんが一発で。どうなってんだあの野郎。俺は余談だが、マコヤ君、ガーランドという男、ジョークですかな、大統領。ジョークではない。私の言いたいことがわかるか。めえ、ふざけんな。ジャックハンマー、近代レスリングが生んだ最大の怪物。どれをとっても申し分のない高素材、好みのタイプだ。すぐに終わる。さあ、2回戦第6試合。これもまたまた異色の対決。対しまして、白虎の方が日本正統少林寺拳法、三崎敵の使用以外全てを認めます。はじめい。意に介さず悠々と間合いを詰めます。いやー、出たー。1秒に12発とも言われる正統少林寺。一体何が起こったんだ。何をしたんだ、見えなかった。精度の高い技術体系ではあるが、遊戯の息を出ていない。ジャック、ボディチェックだ。何か見つかったかい。口を開けてみて。虫歯はないぜ。動脈を切られたか。町に徹したかったが。4段蹴り出た。なすすべなしか。そうか、今までのかまいたちみてえなのも全部あれだったってわけか。ジャックハンマー、格闘技じゃねえ。君らしいな。
汚らわしい戦いだ。呆れた男だ。戦士同士の戦いに女子供のような技を用いるとは。戦いはさぞ品格のないものに見えるだろう。まるで卵を立ててみせたコロンブス気取りだな。このファイト実に楽しみだ。バキ君、小杉ちゃん、あんな化け物みたいな人たちに勝てっこない。俺が劣る要素はどこにも見つからないはずが、勝てる気がしない。ああ、おかしいじゃねえか。これだけたくさんの格闘技があるのによ。46年間土日なしでぶったたいて蹴っ飛ばして、もうどっから見ても誰とやっても負ける要素が一切見つからねえ。一食いオロチ、武神、オロチダンパー、天内流格闘術、天内優。皮肉なものです。その偉大な先輩と今宵こうして夏江の大好きなスーパードッポちゃんがピシッと決めるぜ。分かってるな、大岡。あのオカマ食ったら次はお前さんだぜ。